はいどうも、一回死んだ男の言いたい放題チャンネルということで、今日もよろしくお願いします。今日はですね、ちょっと一人語りということで話をさせていただきたいなと思うんですけども、ちょっと最近ちょっと奇跡なんじゃないなこれはっていう内容がですねありまして、ぜひちょっとその話を皆さんに聞いていただきたいなと思って、ちょっと動画をですね撮らせていただいております。よろしくお願いします。どういうことかっていうとですね、私は倫理法人会ってね、ご存知の方もいらっしゃるのかなとは思うんです。そこにも所属してまして、堺中区倫理法人会っていうんですけど、で、どういう会かっていうと、経営者の集いでいろんな業種の方が、自分のその心を磨きたいとか、仕事をもっと充実させたいとか、人生をですね、悩みを解決してもっとレベルを上げていきたいとかですね、そういう方が集まって毎週1回、モーニングセミナーとか、勉強会ですね、講師を招いての勉強会とか朝礼とかをみっちりやるっていう、月4回やるんですよね。そういう会なんです。でそこの会に所属してまして、でそれはですね、僕が話したいのは、朝の会じゃなくて夜にですね、ちょっと勉強会みたいな、堺の四段会ってあって、僕が所属してるのは堺中区なんですけど、堺には4つの段会っていうのが会ですねがあって、そこは合同で勉強会で講師の先生を招いて勉強するっていうのがありまして、でそれで参加をしよう、最初ちょっと動画もせなあかんしどうしようかなと思ったんですけど、ちょっと一回行ってみるかっていうことでちょっと参加させていただいたと。でですね、まずは100人ぐらい集まってスクール形式でですね、講師の先生の素晴らしい話を本当にちょっと感動して来てよかったなって思って、でその次はですね、ちょっと懇親会っていうことで、スクール形式から今度島を作って、一つの島に6人7人ぐらい座って横で弁当をちょっとちょっと弁当もっとええ感じのをいただきながら、隣の人とその島の人たちでシェアをするというのがありましてね。で僕ちょっとトイレに行ったりとかいろいろちょっと電話したりとかして、でこの島が出来上がって、もうみんなが着席した後にちょっと遅れて、もう始まる直前に行ったので、席がですね1個しか空いてなかったんですよね。で木村さん、そこ空いてますよって言って、そこ座らせてもらったんですけど、普段一緒に行くの勉強させてもらってる人以外にもたくさん知らない人にいてはって、でそこに座らせてもらって、もうほとんどが知らない人の、グループだったんですけど、で着席させてもらって、隣の人がいらっしゃったんで、どうもどうもよろしくお願いしますって言って話させてもらっててね、で名刺交換って隣の人にしたんですけど、ほんでその名刺交換で名刺をお渡ししたら、その方が、まだ若い、僕よりちょっと若いような方です、多分30代40代前半ぐらいの方ですかね。で名刺をパッと見て、なんかえってな感じになって、どうしたんですかみたいな感じになって、実は私って言い出してね、その方が携帯をパパッと出して、実は私これに入ってるんです、見せてもらったのが参政党の LINE グループみたいながあって、僕16、17の LINE グループに入ってるんですけど、これを出して「私これに入ってるんです」って言い出して、えっ!?って思って、もちろん僕も入ってるんで、参政党の、要は参政党の方だったわけですよ。うわーっと思って、えっ!?って思って、だって100人ぐらいいらっしゃる中の
一個だけ席空いてて、たまたま座った人の隣がこの参政党の党員、まあ、渋井さんだけどね。うわ、そんなことあるんですかって言って、もうめっちゃ興奮してですね。で話したんですけど、まあそこはシェアする、その、ね、講師の先生のお話のシェアする回だったんで、ちょっとグッと抑えて、それが終わってから、ちょっと二人で、ファミリーレストランで行って、ちょっとわーって話をして、もう2時間ぐらい、こう、あっという間に終わるような形の、まあ、話をですね、二人でこう、わーってやって、あっという間に2時間経ったということで、まあ、すごい偶然っていうか、ね、100人ぐらい来られてる中の100分の1ですからね。別に僕にそこになんか、ね、無理やり座ったわけでもないし、たまたま空いてた1個に座ったらそういうことだった。すごく偶然っていうか、これ奇跡なんじゃないかなっていうぐらいの話をちょっとですね、感じて、これはぜひちょっとこのチャンネルでお話しさせていただきたいなと思いました。はい。ということで、ね、まあ、参政党の話をね、今、いろんな方のインタビューとか、あとアンケートとかですね、こうさせていただいているんですけども、こういう形で、まあ自分の体験したこととか思ったことなんかもちょっと話しさせていただきたいなと思ってますので、どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。はい。それでは今後ともいろいろ上げていきますので、またチャンネル登録とか、グッドボタンとかお願いできたらいいなと思ってますので、よろしくお願いします。それでは、さよなら。ありがとうございました。